はーい。はいはい、あれどこだ、
さあそれではイベントやりますよ、の試合これで終了してください。ハロー、ペコエスケンがいますね。の試合終了。あれ、あの方は誰だ。はい、皆さんくじを引きに来てください。はい、くじ引きやってまーす。一人一枚引いてください。誰と組んでもチーム内同キャラ禁止でございます。チーム内は同キャラ禁止です。まだ引いてない人、あれ引いた？はい。と吉田さん引いたね。まだ引いてない人。あと宗有さん。OK かな？はい。それでは、同じ数字の人と組みます。1だったら1同士。村有さんはいない。また後で。では1番から引いていきましょう。1番、マキリとニア。剣はダメですよ。だから剣はダメです。はい、2番は破天荒金子。竜ガイルいいですね。3番、タツトシ、バイパー。はい、4番、お、マジ竜ガイル多いね。ち機械。はい、5番、クレジンさんとムナリさんですね。ムナリさん5番ね。クレジンさんとチームダルシムサガットです。6番、うーね、野口来ましたね。キャラはまだ分からず。うん、後でいいっすよ。最初に申告してもらいますんで、始まるときに。うーね、野口、7番、宮吉。8番、残ってるのが
ヒデ焼き鳥じゃない、汚いねまた。はい、というわけで8チーム決定いたしました。読み上げていきますと、1番チームマキリニア、2番チームが破天荒金子、3番チーム辰俊バイパー、4番チームがチ・キカイ、5番チームクレジン・ムナーリ、6番チームがウネ・ノグチ、7番チームがミヤ・ヨシ、8番がヒデ・焼き鳥となりました。キャラは最初の試合の直前で変更ありでもいいですよ。変更ありだけどチーム内で一回使ったキャラはダメ。チーム内で一回使ったキャラはダメ。マキリが剣使ったらもう剣は使えない。うん、ただしキャラ変更はあり。キャラ変更あり、試合ごとに変えても OK だから大将出てる方がいいかもしれない。ただねやっぱり大将でサブキャラ使う羽目になるとちょっと苦しいところはありますね。それではトーナメント表作成しますので少々お待ちください。いつも通りダブルイリミネーションでございます。それではシャッフルしていきます。皆様ルールを今一度説明いたします。チーム内の同キャラはなしで、キャラ変更は OK です。ですが1回使ったキャラ、チーム内の相方が使ったキャラでもそれを使っちゃダメ。はい、 X キャラと S キャラは別キャラ扱いです。例えばうねくんのチームだったら、まあ、野口さんがフェイロンとバルログ使いました。ただウネ君もフェイロンとバルログはもう使えない、もう使えない、はい、という感じです。で、最初に座った時にキャラクターの申告と先方の申告を僕の方にしてください。以上です。ではシャッフルいきますよ。ダブルイリミネーション形式です。でやろうと思えば、はい、それではトーナメント決定いたしましたのでこれを貼っちゃいましょうね。はーい、変えなきゃいけないんではなく変えて OK です。変えなくてもいいです。
まずはニーアスはストップ、ワンピー側がタツトシバイパー、ツーピー側が破天荒金子、試合でございます。タツトシバイパー対破天荒金子。リセットしてください。先方の、人間とキャラクターの押しました、押しました、押しました、押しました。人とキャラクターを申告お願いいたします。はい、それでは始めていきましょう。どうぞ。さあ、それでは3月の10日ですね、スパ 2X NVC2 ランバと東大戦形式、違う、2-on-2形式、始めていきましょう。まずは先方辰俊龍対金子ガイル。さあ、めきめきと強くなっている金子ガイルに対して辰俊、指揮でかなり頑張っているプレイヤーの一人、もともと中野ロイヤルにいたプレイヤーなんですが、この1、2年相当 X 楽しみながらやってますと言っておりました。さあ、波動昇竜ガスカル、ちょっと遠かった、今のはジャンプ強キック読み。しかし、やはり金子ガイル安全に安全に戦う感じなので、ああいうところ出してこないですね。さあ、流線が相当経験値が高い金子ガイル。ソニック追いかけていろいろ刺さりまくる、竜巻は空を切る。さあ、お、次の獣候補、次の獣候補、はい、手玉のかもしれませんよ。手玉のあるな。負けたら干物ですからね。次の試合、ヒデ焼き鳥が 1P、 ミヤヨシが 2P です。さあ、足強キックバチコン。さあ、まあナイスそうですね、今のは。うわー、死にかけたー。うおー、まだ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 、あー、強しこの組み合わせマジすぐ死にかけますからね。まあ、フォーク側としては溶かしたら死ぬ夢あふれるカードとなっております。ガイルはそれを丁寧に丁寧に裁かないといけない。立ち回り有利が一発で台無しになる、その辺が面白いカードではあります。さあ、金子が裏剣に対して大野手をもらって、さらにおかわり、バイパーまだ残した。さあ、ちょっとずつ前に来ながら中足を触れさせていく。あ、さあ、今のは獣ですね。ナイス様、今のはなんか野生の感じが出てましたよ。養殖物かもしれないが、さあ、これはどうぞ、どうする、あるよ。うわー、始まったからの、うおー、獣、これは獣でした。勝ったのは破天荒金子チーム、金子2盾。さっき言ったじゃん、さっき言ったじゃん、使い続けてもいいし変えてもいいけど、チーム内で1回使ったキャラダメ、はい、1回チェンリーずっと掴んだと使っても OK、はい、さあ
はい、それではヒデ焼き鳥 1P 側、ミヤヨシが 2P 側です。でこの次の試合呼び出していきます。ウネ野口対チ機械、ウネ野口が 1P 側、チ機械が 2P 側です。はい、 1P、2P ともキャラクターの申告と先方の人物教えてってください。はい、それでは両チーム決定いたしました。それでは座ってください。先方は焼き鳥、大丈夫、先方は焼き鳥懺悔バーサス三宅。焼き鳥は残儀を選んだが、これはうわー、おーっと上り中キック。さあ焼き鳥テクイところを見せていく、回さないで勝つ。最近の残儀はこういうタイプが結構増えてきた。まあ、回しても強いんですけども、回さなくても全然いけるというのがこのザンギというキャラ。さあ宮の足が全然届いていない。タスヤクパンが食らって、これはあと勝負からの昇竜か。サギ飛び大昇竜、サギ飛び強昇竜。いや、終わってないです、終わってないです。減る量だったかな、なんとも言えないな。さあヨシさんキャラクターに悩んでる。これに勝つには残儀を使いたいが、その後のチュンリーがきついという感じでしょうね。さあ開幕フラパワで残儀同キャラがものすごい好きという変わったプレイヤーヨシ。もともと残儀使い、今は竜使い。しかしサブキャラも相当多いので、このルールだと相当生き生きと輝くことでしょう。おっと逆襲、焼き鳥が、うわー、さあ前線、どうなる牽制合戦。しかし寄ってくれない。ガッポちゃんはね、次の獣道どうだろうな。あれね、 X 的には面白くない組み合わせなんで。あと中足食らってスキルからの、おっと垂直ジャンプ、結構安全な行動ですね。さあダブラリも出ず、これは殺しきれなかった。吉残儀、しかし相変わらず前線が非常にうまい。おっとしゃがみ10番、さあチョップで残儀同キャラを極めし者は、なんで残儀使ったんすか。絶対準備よ。さあ当然かぶさってくるヒデチュンリー。まあヒデ君はこういうルールじゃなくてもチュンリー1本なので、これを見据えた組み合わせしかなかったと思いますが、ザンギ選んじゃった。さあキコケンめくって中足100で3回も削る、削りすぎですね。さあ安全な行動を繰り返すヒデ。
からのファイナル入ってしまう。真ん中に行く奥攻めはツーツキー、殺しきった。ファイナル入った上でピヨったらそりゃ死にますね。さあ吉ザンギ見せていく。これは確かにゲージが溜まっても一切前に来ないヒデチンリ。ザンギとしては一番苦しいパターン。ダブラリで避けても事態は好転しない。何せ飛行剣も途中で消えるからそれが強すぎる。確かにうまい。さあ触れ合わない、パーフェクト、完全処理。さあファイナルラウンド、大将戦のファイナルラウンド。吉ザンギ1ラウンド目のあの光がもう一度見られれば、と落ちたところで出さない、そこ出さない、ボタンを押してたのに出てないだけ。僕はちゃんと聞こえてましたよ。さあジャンプキョーパン相打ちになるが、この削りダメージがバカにならないのが X3 ゲーム。バックジャンプ対空、さあ体力なくなってきた。ダブラリヒット、テンション終わりさあいい判断ではあった、しかし追い詰めましたね。ナイスファイト。はい、ウネ野口 1P、 チ機械 2P です。野口さん試合。イグジットに合わせてコパンを押してください。いや、レバーでイグジットに合わせてコパン、うん。先方の人とキャラを申告お願いします。はい、両チーム決定いたしました。それでは座ってください。さあ1回戦第3試合目ですね。 1P 側はウネガエル、 2P 側はチリュー。さあヘイではちょこちょこ顔を合わせているんでしょうこの2人。チリューがいなくなってからウネ君が伸びてきたような、そういう感じを見受けられますが、果たしてどうなのか。ここまではウネペース、しかしこっから守りきるのはウネらしくない。裏剣が入る。かなりスタンダードなタイプの治流と、やれること全部やっていこうというウネガエル。さあ裏剣しっかりよく見ている。硬直に確定させるためにはソニックを先に打たないといけない。ただしそのソニック先打ちはだいたい常に、竜巻の、おーっと、うおだいたい竜巻が怖いんですよね。さあ開幕中足に対して台足が置いてある。1点読みですね。さあヤクザ大ゴスはしっかりガード。裏剣、裏剣もう一丁避けて下がってソニック、おっと今の対空はお見事。地流が端に詰めた。ここでダブルサマー打っちゃった。おもらしい。さあ野口何を使う。1回キャラクター
を変えたら同じキャラを使ったらダメですよってことです。ずっと使い続けるんだと OK。 さあ野口はバルログ、あれバルログやめたって聞いたんですけど、この間の東西戦もそういえば使ってましたね。さあヒョウ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 、さあ勝利当たるがひよった直二に行けない。竜巻で裏回った場合はテラーが消えているので直二に行きたいところですが、まあ一応バルログも間合い内だと投げ返しがありますね。さあ今の勝利どっち出した、めくり竜巻、さあこれはチューブイズム、地流が追い詰めた。おっとよく見ているが上り中パン、バックジャンプでも対空になってしまう。おっとあれで裏に行くの、さあぐちゃぐちゃにしていく地流、竜巻竜巻竜巻おじさんからの今日で逆襲始まる。大勝利、地流が似たで、さあ 1P 側がクレジンムナーリ、 2P 側マキリニーヤです。キャラクターと誰が出るか、エグジットに合わせてコパンを押してください。はいどうも、はい、それでは決定いたしました。 1P 側クレジンダルシム、 2P 側ニーアリュウ。さあ捨て駒感が漂うニーアリュウですが、これはほとんど見たことないですね。ホンダ戦専用だったはず。開幕第5つなげ、突進キャラと間違えている。さあクレジンダルシムはおそらく最近始めた感じなんですが、バーサスのイベントをよく来てくれるようになりました。さあとてつもなくとてつもなくダルシムは最初がきついキャラ、何せ対応というこれですね、対応しないといけないということは相手を知らないといけないということ、自分のキャラだけ覚えればいいわけじゃないですからね。さあケントやってること同じじゃねえか、シンクさあ掴んだ、下がっても掴める、うわー、さあ勝ったのはニーアリュー。サラーン X ゲーマーズいつもありがとう。最初はムナーリー、スタートははい、開幕はタッチューキック、そして昇竜スカリに重たいのを入れていく。ムナーリサガット対これはニーアーの竜ですね。本日キャラクターの変更は可能ですが、1回使ったキャラ、そしてチーム内の相方が使ったキャラも2回目は使いませんというルールです。まあ、大体の人がメインキャラで出てるっぽいんですが、中にはサブキャラいっぱい楽しんじゃおうっていうそういう人もいるでしょう。さあ上中盤残して対応がうますぎる、中アパカ置いてあって、さあムナーリが圧倒している。上り中盤これは痛かったが投げる、昇竜当たらず、ケンとやってることが同じ。ここで対象対決ですね、ムナーリサガット対マキーケン。あ、次の試合呼び出します。
破天荒金子 1P 側です。ヒデ焼き鳥 2P 側で、さあ試合見ていきましょう。ムナーリが画面端詰めたが空達で逃げ出してでかいの入る。あの2段はバカにならないヘリをしている。さあこれはマキリリード、リードを保っていけるか。さあ大足入って、おーっと粘り勝ったぞ。さあ大会だと結構当たっているこの2人。ガガット対 X アートの X 剣はまあいい勝負ではあるんですが、サガットが有利という人が多いですね。僕もサガットちょっと有利かなと思ってます。さあジャンプが効くと、おっと届いてピアル、えい。一発がないとはいえピオリッチはそこそこ稼ぎやすいからなんですよね。さあニーヤパカで手作りジェノサイド、おっと投げられる。空達対策完璧だった。さあムナーリ2立てで立ち上がり、破天荒金子ワンピガーです。さあどうぞ始めてください。これで準決勝ですね。準決勝の1試合目、焼き鳥はいろいろ使うぞ、いろいろ使いたがりだぞ。そして出てきたのは焼き鳥バルログ。さあ破天荒に、うおー、ひどい話ですね今のは。さあこうなると竜ができることがほとんどない。おっと大エスト届いて中骨昇竜拳。さあ破天荒えらい遠くから殺しきりましたね。今のバックジャンプ強キックも当たんないですね。ふざけたキャラだ本当。さあキャラ対が難しいところ出ている。さあちょっと遅い、歩き投げ早すぎる。歩き投げをミスってしまった時に化ける技がタッチシューパンっていうのがまたえらい強いんですよね。さあ処理控えた、わかない。さあ IH が落とす、これだけでバルログは嫌な気分になる。さあ2択を許さない、これは波動からの真空削って表に対して、うわあいい勝負だったが焼き鳥バルログ勝利。今後ろに飛んだ時もねちゃんとバックジャンプで追っかけてたんですけど、あいい位置になっちゃいましたね。さあ対象は金子がいる。さあ今日にはなかなか強いこのキャラですが地上がきつい、ガイル側はサマーで切るのが目的、そうするとめくりに行けます。ソニックはなかなか踏んでくれない。さあリフトアッパーが普通に潰される。ナイスサマ
いいですね。さあこのうわーナイスグミ、あー TBS さあ TBS ですね今のは。おおおあーこの辺がうわーお獣獣あーだあ落ちないんだって言ってんじゃん、落ちないよ。チ機械 1P です。チ機械 1P クレジンムナーリ 2P でお願いします。ムナリさん、ムナリさん、スーピー。さあ試合進んでおります。これが準決勝2試合目。まずウィナーズを決勝戦まで終わったらルーザーズいきますので、負けた人はちょっと待っててください。1P 側チリュウ、 2P 側クレジンダルシム。さあチリュウ、クレジンはどう立ち回る。昇竜化すっておき攻めきつい、15スッパッパーファイヤー、まだ安いが掴み返す。どうなる、突っ込んでいく。しかし真空両トガメ、まあダルシムね難しい上に先生が少ないんですよね、そこも難しいところ。さあ暴れ昇竜を食らいまくる、ドリルが燃やされて、さあある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 、あーっと出ない、出なおドリル昇竜暴れていく。さあムナリ、間に合わなかった。さあ 2P 側大将ムナリ、先ほど見立てをして立ち上がっております。 X サガットの関東 X サガット業界では、まあ、ナンバー2でしょう現在。流線はよく知ってるはずだが、ダイゴスを食らってしまう。あの技寄ってくるだけではなく判定も強い、食らうと大体ダイエスと戦っちゃいますね。これは4読みが合っていたが、地流のタイミング若干遅かったか。さあ波動拳愛知、ムナーリのタッチキックがうまいですね。あとミスが続く、そこでも波動、いやー危ない危ない危ない、死にかけた。さあムナーリアポが出ない、昇竜からもめくってゲージがもう一回溜まりそうだ。
さすがにこの体力真空は厳しい。勝利さあ機会またしても出ずに決勝進出。では、ち機会は連戦です。ヒデヤキトリ 1P 側試合です。チアル君たち 2P 側ルーザーズありますよ。 次の試合呼び出します。タツトシバイパーが 1P 側、ミヤヨシが 2P 側です。さあ焼き鳥ここまで使ったのがザンギとバルログ、メインキャラ温存でございます。機械さんは出てませんね、温存ですね。さあウィナーズの決勝戦まだ悩んでいる。さあ決定いたしました。 1P 側焼き鳥バイソン、 2P 側チリュー、チリューが萎えましたね一瞬。さあキャラかぶせ対応手が広く広くという、そういうキャラ選択。さあチューチューオア、ファイヤーやっと燃えてくれた。真空がないのでまだプレッシャーにはならない。集合数これは死にかく、おっとめくり出すまく打っちゃった。おお空中立ち巻き、今のは埋まってない高さだったので振り向き多分出ましたね。さあ地流がここまで、うわすげえのが入ったぞ。さあ焼き鳥は下がりながら戦いたい。大志前うまい掴んで画面端、これは打ち切り、立ちガード落ちたと大志も届かない。わーとヘッドクレイジーはしゃがみガード推奨ですね。前段しゃがみガードすると結構近いので、その後ダイヤシ波動で先手を取れます。さあ今よく見ていた、しゃが中置いてある。さあグランドからヘッド、あれクレイジーに集中してると食らうんですよね。さあ歩きつかみ端っこ、これはやばい、おーうわやりよった。支流獣道出る、なんと支流ここまで無敗。最初はヒデチュンリー、開幕から打ち合いをやってるとチュンリーの方が圧倒的にゲージが先に溜まるので、陣地を渡してでも竜はゲージために走らないといけない。見てくれは悪いですが、おっと今のはすごい、おっとまだ投げる、投げ返してくる。この辺かなり怒りが感じられますね。うまい、うわよく見ていたな。さあ地流が勝利当たりまくるぞ今日は。ファイヤーもらって
重ねて画面端へ到達したが一発で追っ払われる。勝あとは勝利ではなかった。めくり竜巻つかされて、さあ気合入っている。地流がリーチ、機械はなんとまだ出ていません。サブキャラいっぱい使うつもりだったのに。おっと、さあこの地流というプレイヤー、ようやっと光が当たり始めたが、確か去年一昨年、うわー中ゴス中足無敗のまま、ニノーズファイナルまで行った。やるわ。いやーすごかった。タツトシバイパーは 1P 側です。 2P 側がミヤヨシ、ミヤヨシシエです。開けて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 、長田正月に3連勝した地流が戻ってきましたよ。唯一の どうぞ始めてください。こっからはルーザーズ、ルーザーズです。ルーザーズまずは1回戦ですね。1回戦敗退同士の戦い。 1P 側は辰俊龍、 2P 側は宮健。さあイケイケスタイルの三宅に対して辰俊も結構イケイケ系ですからね。昇龍、この昇龍はめげるやつ。暴れ竜巻がもうバレていたが、まあ、竜巻じゃなくても強いですからね、あとは。さあこの暴れ竜巻が辰俊龍、よくわかんないとこから突っ込んでくる。あれがなければ多分いいルーンになると思うんですが、うーっと中段壊し連覇で決めていく。さあ大将はバイパー、ここで負けたら終了です。次ウネ野口が 1P、 マキリニーが 2P側です。さあ大将バイパーホーク、開幕触れたらもう回している、もう回している、始まってるよ。しかし弱台風2回だとちょうど半分なんですね。やっぱ殺しきるなら強台風にしたいところは。特に剣みたいな不安定なキャラには一撃で重い方が絶対いいとは思うんですが、まあ、難しいですよね。おっと空撮絡んだ、めくりはガード、波動読みのコンドルダイブは当たらない。さあお互い技を出していませんが微妙な間合い調節をして相手の出方を伺っている。さあ始まるか、おっと波動は今食らうための波動ですかね。あーダブル出なかったか。さあ回せない、どうする、
外野手に届かせてバックジャンプ守りに入るワイパー、あー時間切れ。さあこれで大将戦、先ほど火で焼き鳥を追い詰めたよし、エース剣を選ぶ、まあ、いろんなキャラを使うプレイヤーですが、キャラかぶせよく知っている。おっと始まった。さあこれは垂直ジャンプ耐久ですかね。おっと回せない、これはまだ分からん、まだ分からん。うわー、いてやったー、ワイパーがなんとか取った。この組み合わせ相当キャラ差あります。赤い方が有利です。とにかくハマりづらいのと、波動に対して寄った時にうわーっと回されて圧倒していった。バイパー処理。さあそれでは次の試合、うね野口、うね野口 1P 側です。うねくん、うねくん、うねくん、さあ 1P 側はうねがいる、 2P 側はまきりけん。さあこれは東西戦の前半で結構よく見るカード。お互い本当に上手くなりました。東西戦に継続参加してくれる人って本当に成長がもろに見えるからいいんですよね。うわーっと、これこの前見たやつじゃね、三宅がやられてたやつだね。ずいですね、前に歩いて足払いつかして投げて昇竜拳つかして投げて終わったからね。さあうねがいる、あれを見せるとさすがに乗ってくるでしょう。マキリは遠くから丁寧に、相手がミスをしてくれないかなと丁寧に丁寧に打っているが、勝利はつかる、前に来たところで飛んだがさまとまっていた。さあニアどうする、おーっと、さあビーストロード始まってしまいました。バーサスの、そうですね、あとを見越しての DJ ですね、ニーアー DJ。 ホンダでいいんじゃねえか。おーっとゲイで投げて、まずはニーアーが取る。さあどうする、バックジャンプ。さあ今日はこの組み合わせ 6.5 で外流有利となっております。今日は、まあ、しばらくはそうなんでしょうね。ダブルスバレている、ジャックは偉い。あとちょっと低かったか。さあうね、こっから守れる組み合わせのはず。
頑張れば。これは当たらない。うわーソニック冷たいね。さあ対象で好き勝手やるのが結構楽しいルールだと思います。めくりはガードした。中足もらう。さあ今の連携実は連続ヒットします。相当危ないですね。金ジャックキックとしゃがめジャックパンチ確か有利が一緒だったので中足は普通につながりますね。さあおーっとジャブル落とす。コパンなの。さあ野口は何を使う。さすがにフェイロンは使わないよね。さあニーヤ作戦勝ちか。まあバルドフなんじゃないの。おーやりよる。野口が逆かぶせ。いや DJ フェイロンやろうぜ。野口がフェイロンを使っていくが、さあ簡単だった。このギャラ簡単だった。どうなる。野口寄れるか。うわーこれはレンガですね。まあ見てればできるぐらいの簡単さはありますね。やっぱりでっかけスライディングと中足に実は一方がつるタイミングがある。ただ一定ではありませんね。さあジャックぶっ放してめくりは下がって下がってまずいまずいながらわーわー言っている。わあわあ。さあ対空出て投げる野口フェイロンはこっから端に詰め直さないといけない。さあシャーミジャッキック強い。実は強い技レッカー。あるよあるよ。うわどうなる。熱い。うわー、いや勝利。さあキャラサ通りの組対戦ではありませんでしたが勝ったのはマキリニアチーム。タツトシバイパーワンピーガークレジンムナーリツビガーです。クレジンムナリツビガですね。一回キャラ変更したらもう二度と使えませんからね。さあ両チーム決定いたしました。それでは始めていきましょう。ワンピー側がタツトシリュウ、ツーピー側がクレジンダルシム。タツトシリュウは、まあ、そうですね、竜巻が相当生きる組み合わせですので伸び伸びといけるでしょう。ダルシムはこんだけリードされるとやることがかなり難しくなってしまう。開幕が重要と言われるゆえんがそこ。ダルシムがリードした場合は竜が波動の削りでも欲しいところでゆるどりとかが刺さりやすくなるんですけども、おっと今の前掴み返した。そのゆるどりも波動を打ってくんないと結局刺さらないので打たせるためのリードが絶対に必要と。うわーっと先に打っていた真空波動は達祖氏が
勝って裏で何やらいいのかな。さあムナーリがキャラ変更するのか。ムナーリルこの後バイパーガイルを見越してのムナーリル、まあ、ここ負けたら終わりですからね。遊ぶんならここですよ。さあリードは辰俊なんと押している。おっと今の飛びは絶妙、真空打たせたが端っこに詰めているので辰俊リードと言いましょう。対空が勝利出ない。中国ストロガスだ。さあムナーリバイパーまでいけるが、まずいけるかどうかですよ。恐竜対空下がって波動、さあ飛びが非常に前、ジャンプ強キック食らった後に飛ぶというのは選択肢としては強いですね。うまい、うまいな。波動化されて死にかく取れるかどうかちょっと微妙なとこでしたが、恐竜でした。恐竜が出るかどうかも難しいですからね。さあ踏ませたぞ、画面端近い、ゲージも溜めて、さあ打ち返す、タツトシがリード、しかし波動に止まれる。これはおっと状況が目まぐるしく変化する。真空打ち切ったのは辰俊、これは無駄に優勢、体力負けていても優勢。真空当たる、打っちゃったね。あの前は見える前、もうちょっと寄らないと見えちゃいます。さあバイパーここに来てキャラを悩むという、ここで悩む。おいおいおい、話が違うと、話が違うと言っている。おっとバイパーがいる。この2人仲良しさん、もう本当に2人で何時間も竜ガイルを対戦しております。至高の対戦らしい。投げが通って画面端よ寄ってくる。さあこうなった時、こうなった時がガイルの腕の見せ所。まあどうしても端っこに行っちゃうんで、うわっと今のはお見事。まずはムナーリが取って、バイパーガイルは流線本当にうまいです。その修行の相手がムナーリという形です。さあ小足で止めて大足、そして前に寄っていく、うまいな。がバイパーも真空を警戒しながらソニックを打っている。後から見てから打っているために裏剣は入りませんが、状況は悪くなっていない。飛びが通る、踏んだが、あんま入ってない。これはソニック、おー危ねー。時間切れで勝ったのはバイパー。さあファイナルラウンド、
ここで負ければ終わりというチームで、大将同士サブキャラで出てくる、なかなか面白いと思います。さあバイパーが飛びを通して体力差が広がるが、ここで真空を持った状態、画面端、あとは真空をどう使うか、打たされたが、ダイヤシ当たって、これはバックソート、しっかり落として、さあ最大勝ったのはバイパー。さあマキリミヤ 1P 側です。フォークじゃなければいいですよ、リュウもダメですよ。破天荒金子います、大丈夫、あ、野口プレイルフェロンです、はい、野口プレイロン使いました。さあこれがルーザーズの2回戦、3回戦ですね、3回戦、ワンピー側がマキリニーアチーム、もう一回貼っときますね、随時更新しております。 2P 側が破天荒竜、さあこれはいい勝負、そうマキリが体力リードだが、おっと届かせてしまった、おっと目の前で大外回し空振ったところに逃さない。さあ破天荒は画面端、落としたいところ落とせない、これはきつい。さあしかし龍ならまだワンチャン、トンネル素直だ。さあ金子がいるが、マキリケン VS 金子がいる、 X ゲーマーズありがとう。さあ寄ったところに昇竜からサンダウンが殺しきれず、サマーで逆襲、おっと踏んじゃった。さあさっきムナーリの竜を見て壊しダイヤシいいなみたいな感じでうなずいていたマキリ、 いきなりもう取り込もうとしてますね。さあ上昇志向がある、こういうプレイヤーが強くなります。いいプレーは全部盗んでいきましょう、これもうゼロから開発する必要ないですから、誰かがやってますから。さあ金子が完全に守りの体勢、 DBS 逃した。本日金子裏切られまくり、絶対に裏切る。ここまでいくとね、リフトアッパーが下手くそっていう話になってきますね、出し方が悪い。バルログはしょうがない、剣もまあしょうがない、よくあるよくある。
あ、金子が獣道2にいた。違う？違うかな。おっと！裏切んのか？裏切んのか？まあ惜しかったですね。さあニア何を使う？TJ はまだ使える。竜とあとなんだっけ、竜はダメなんだよね。竜と剣は縛られて勝てるキャラがいない。いっぱいいるでしょう。まだメインキャラ使ってないよ。希望ホンダです。ゴブだからこれ絶対いけるだろ。あ、彼が獣道を見たら勝つはず。なるほどね、ありがとう。さあニーアホンダ、いやこれね、ごめんなさい、しつこくて申し訳ないですけども、ホンダ絶対いけますから。うわ諦めた諦めたぞ今。端っこに詰めていく。詰めて腹があと一押し欲しいところなんですが、詰めるのが実は目的ではなく掴むのが目的。お前前前裏切らない、裏切った、ここで裏切る、一回の裏切り。さあニーアホンダかっこいいとこ見せたぞ。バッ、あと前飛びしてくる、なりふり構ってられない。裏剣が見た瞬間に飛べば、実はサマーほとんど構ってません。難しいですけどね。うわどうする、裏切る違いましたね。さあ違っちゃった、勝ったのは金子、金子破天荒が立ち上がり連戦です。辰利バイパー 1P 側で、辰利バイパー 1P 側で、はい、バイパーさんどうするんですか。あ、もう決定しちゃいましたね。 1P 側辰利、 2P 側破天荒、龍ですね。これが勝った方とヒデ焼き鳥。さあ開幕飛んでいくの破天荒。まずこのなんでしょうね、飛び道具持ちに開幕飛び込むっていうのは、うおー殺していく。飛び道具持ちに開幕飛んでこの2ラウンド目うろうろっていうのはねよくありますね。死なないにしても半分減る、そうするともう守れますからね。でも打たなきゃダメです。 X の場合は波動を打てなくなったやつは負けます。さあ今度はタッチスペースへ。しかし破天荒ゲージが溜まっていて飛びに合わせてダイヤ縛らえ、しっかり対空していく。さあ真空を警戒しすぎて飛びしかしていなかったが、そうですね、イーブン、イーブン、イーブン。おーっとガンガンいく、中ゴスでビヨってパーフェクト返し。タツトシガイルに対し、竜に対して金子ガイル、これはデイトナ式のカードですね。
開幕竜巻に後ろから蹴っ飛ばされて、いきなり結構なえる感じの立ち上がり。中盤フックで落としてストリック、あれは状況有利を選んでいく、ダメージよりも状況の方がよろしいと、そういう判断ですね。しかしあれをやるために竜巻で3回ぐらいガードされちゃう、させられちゃうしまうと、実は体力差はそんなに広がってません。おっとドンピシャリ、真空の怖さが出た。うっどうなる、うっ下がる、うおっそこでサマーよく用意していた。この2人やっぱりやり慣れてる感がありますね。さあ竜巻おじさんと化した竜都市、竜おじ、さあ金子がこの体力差はもう守りに入るやつ、ここはダメージ優先。さあ竜都市どっからこじ開けるか、先ほどの真空がもう一回やればといったところですが、最後は待たれている。お見事、ここでバイパー何を使う、ガイルしか残っていないか、ダメですありです、ありですよ。さあバイパーはもうフォークを使うことができません。ガイルは使って OK、 ガイルミラー、この組み合わせはガイル使いみんな好きですね。結構面白いカードだと思います。さあ前そぼっとが非常にポイントになる技の一つ、中足が強いんですが中足を超えてくる、中足を超えてしかも一方勝ちしてくるというペンネとこ、おーっと今の飛びは渾身の飛びだったが、コンボミス、これは痛い。バイパーがリードを広げる、1ノットで十分という小高の言葉が突き刺さる。1ノット優勢であれば十分だと、あれはそれを獣道で体現している。ガイルドキャラね、面白いんだけど、これ1日何試合もできないですよね、すげえ疲れるからね。おっとさあソバットで押し込んだが逆襲、おっとうまい、つなげてスタブ、ピオリーチまで行ったが、もうここまで行ったら殺しに行くしかないバイパー、うおー投げるさあ勝ったのはバイパー、本職に勝っていく。さあ連戦です。先方の申告をお願いします。はい、それでは 1P 側、これがルーザーズの決勝戦ですね、ルーザーズファイナル。ルーザーズセミファイナルか、セミファイナル、ルーザーズ竜 VS 焼き鳥バイソン。さあこのボクサーという
龍にはかなり有利なキャラ。バイソン使ってさっきは龍に負けたがグランド、うおい足払いを打つ読みの穴掘り。さあ今昇竜相打してぼーっとしてから波動打っちゃいましたが、あの辺ですね、あの辺がやっぱり熟練度が出るところ、最速で奥攻めに行きたいところですね。投げる、おーっと突っ込んだがしっかり対応。さあバイパーまだキャラを変更することはできるが、まあさすがにまあ後ろに控えてるのがチュンリーですからね、バイパーベガを選択、バイパーベガか、まあ弱いはずはないと思いますが、チュンリーにかなりきついからですからね。そしてバイソン戦もそもそも難しい、下がって下がってスーパーツーパン、さあダブル2から投げる、前に行った、おっと体力追いついてるぞ、おっ最高、さあこの組み合わせ中グランドストレートが強いですね。下がる下がる下がりまくる、ダブルにヒット、めくりは見えている、さあ両者よく動く、非常によく動く、ナイトメア使った、あさあ大将バイパー結構必死なところ、ヘッドから掴んでいく、これが強い、これが強い、そうするとグランドも当たって体力差が広がる。今グランドアップやってましたがあれは落ちませんね。ヘッドプレスが中と強だと落ちるんですけども、基本弱で打つので、おっとガチャが遅い、クレイジー光返せず、さあこれで決勝戦です。地機械試合です。機械さん試合だよ、ここ 1P2P じゃんけんしましょうか。でウィナーズなんですけども2回ではなく3体、3体まで、うん、いやいや向こうは負けからだから、まあ、いや向こうはライフ2つじゃなくって3体持ち OK、 4体だと同じだからはい、それでは決勝戦いきましょう。ロングタイムスイノッツィー機械、確かに機械全然見てないですね。はい、それでは 1P 側チリュー、 2P 側焼き鳥バイソン、焼き鳥なんとDJ もホークも使わず、バルドグがちょっと顔を覗かせたぐらいで、さあ決勝戦始めていきましょう。ワンピーガチ流、ここまでなんと無敗、今日のチリは超強いぞ。
焼き鳥バイソンは丁寧に丁寧にゲージを貯める。それもそのはず、先ほど負けている。わっと反応がいい。これは間に合わないが、割り込みタイミングを逃した。キューパングランド、さあ開幕大ヘッド、よく見ている。さあ端っこ詰まったぞ、中骨をつかみ返して集中下がってくるの、これきつい。さあゲージ溜まっちゃった、投げる気がねえ。うまい、投げる、あーちょっと届かなかった。無敗伝説ここで破れる。ついえてしまった。スカイさんが行く、行くの、やっと出てきた機械。さあ次回何を使う。迷った末に機械がいる。さあ開幕グランドアッパー優勝、サンダー入って、キタとセオは双子ではないですけども兄弟です、ブラザーです。年の離れた兄弟ですね。さあ、うわー、お電話ですね。今の KKY さんにお電話ですよ。あれは当たんねえだろ。さあ TBS からの焼き鳥、追い詰める。機械がいる、どうする。うわー地上モノぐらい死んだが、投げ返しの機械、なんで投げれんの、不思議でしょうがない。さあこっから立ち回りの機械、そして逆転勝ちの機械、かっこいい。ソニック速いぞ、下がる、クレイジーです。さあ今日初めての試合ですからね。おーっと逃さない焼き鳥、うわー掴んで、機械がもう一回出んのか。さあ 1P 側はライフ3の最後の一体、ベガルなの。最後に託したのは機械のベガ、なんとベガ。DJ ビートヴィンテージツインズ、そうなんだ。双子誰かいたかな他に。おーっとスイング、これは悩ましい。悩ましい、うわお出迎えかい、すごいな、えらい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 、今のすら来てる、素晴らしい。あ機械のベガが焼き鳥バイソンに
一本先取した。焼き鳥しかしバイソン生き生きと使っている。引っ掛けだ、ダウンするぞ。固めが続く。下がって下がって両者ゲージを作ったが使いどころが端々だとない。先にスパコンぶっ放したのは焼き鳥。ここでヘッド、なんと掴み返して、最後ヘッド冷たい。さあ追い詰めた焼き鳥バイソン、グランド刺さる、掴んでいく、露骨だがそれが強い。おお、ヘッド置いた。さあ死んだ死んだ焼き鳥バイソンがサンタで、いやーよく勝ちましたね。お疲れ様でした。というわけで、一言ずついただきたいと思います。お願いします。カメラ向けるんでちょっと待ってね。決勝戦、出ずして勝つ、最高です。焼き鳥さんがマジで超頑張ってくれたんで、まあね、2人チーム同士で焼き鳥さんと組めたのは本当良かったと思います。どうもありがとうございます。ヒデさんが後ろにいるので気楽にやれました。ヒデさんありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで焼き鳥さん立てで終了ということで、今日はお疲れ様でした。グッドゲームです。バイソンずるかったね。ちょっと待ってね。あ、これで映るやんね。これでセーブしとこ。店内こんな感じになってます。はい、ではいつも通りの試合開放しますので遊んでってください。お疲れ様でした。ヒデはただのコーチだった。完全に日本語理解してるよね。素晴らしい。
Come on!
Walking!
Walking!
Fight!